気温50度の灼熱地獄、一歩も動けないリヤカーマン。なんだこりゃ。いやーこりゃ暑いけど行くしかない。なんだこりゃ、すごい風だな。うわ、なんなんだ。道とは呼べないほど荒れ果てた国道319号線。悲惨への道は容赦なく永瀬に牙を剥く。昨日は4リットルコースぐらいで済んだのに、はあ、今日はもう8リットル、はあはあ、次第に乏しくなっていく命の水。分かっていても到底我慢などできない。今喉の渇きを癒さなければ全てを放り出してしまいそうになる、そんな恐怖に駆られていた。永瀬の日記には連日同じ言葉が綴られていた。太陽が恐ろしい。ママ、アーゴ。ボアタージボカ。ボアタージ。タカサード。やあ、スイ。終わった、主。涼しい、ここ。涼しい。涼しい。終わった、主。マーゴ。せ。わあ、すごいすごい。Aqui tem bastante, né? Boa, a água é boa e limpa. Ah, bom. Bom. Ah, vai ser. Ah, vai ser. Ah, bom. Ah, vai ser.シッポーダアグア、水をたっぷり含んだジャングルの贈り物。ちょっとパスタ。ああ、水が入ってる。ああ、水だ。ああ、好き。ああ、好き。さあ、ベルサクよ。ああ、これが。これ見た。これ食べちゃう。落ちたヤシの実の中にいたのはババスという栄養価の高い虫。ここ見た。豆腐の中にちょっと芯が、サワサワっとした芯が入っているような感じで、食べたら周りのその豆腐みたいなのがシュワーっと溶けていく、溶けていって。ああ、ボン、オブリガード。オブリガード。
永瀬が突然道の真ん中で立ち止まった。すまん、目が俺今目ができて。なんで今頃できるのか分かんないけど、こんなとこに。豆は針で潰して糸を通す。穴からもうでどん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 液が出たらもう外へ出ていって、早めにもう中を乾燥させて乾かしてやって、水が入ったままだといつまでも痛くて。それはテントを張る場所を探している時のことだった。なんか手が痙攣してきちゃって、熱く焼けたリアカーのパイプを長時間握っていたからなのか、50歳の永瀬の体に少しずつ異変が起き始めていた。ちょっと収まってきました。ちょっと指が動くようになった。よかった、治りました。寝場所が見つかるまでは歩き続けるしかない。明日からいよいよ川の水飲まなきゃいけないから、明日の朝から早速浄水器やってみようと思います。非常事態に備えて日本から持ってきた浄水器。やっとの思いで4リットルの飲み水を作った。翌日も50度を超える灼熱地獄。川から汲んだ水で喉を潤す。しかしこの水がいけなかった。ここからはソフトバンクとご覧のスポンサーの提供でお送りします。